保育士試験を受けようと思った理由について教えていただけますか。もともと乳児院という、まあ、社会的養護の施設で、まあ、看護師として働いていく中で、まあ、保育士さんの姿を見て、やっぱり保育の現場も知らないのに自分がその場にいるのもなんだろうと思って、ちょっと保育の勉強したいっていう気持ちが強くなったので、勉強しました。通信講座を受けることにした理由について教えていただけますか。はい、やはり仕事をしていたので自宅で勉強できる方法を考えて通信しました。弊社フォサイトをお選びいただいた理由を教えていただけますか。はい、テキストがやはりこう勉強ってなるとやっぱり大きく、まあ、太くなっているものが、まあ、他社さんとかで結構見受けられていて、フォサイトさんはもう本当に必要なことをこうギュッとまとめてくださっているようなテキスト内容かなと思って、自分に合ってるなって、まあ、直感ですけれどそれで選ばさせていただきました。講義をご覧になられていかがでしたか。はい、印象とかは。やはりテキストの内容を音声で伝えてくださるので、やっぱりその自分で読まなきゃいけない時間をこう耳で聞いたり目で見て学ぶことができたので、すごいその点は活用するにすごい良かったです。はい、問題集はいかがだったでしょうか。はい、問題集はすごく取り組みやすくて、私には本当すごく合っていて、何度も何度も繰り返して、で間違ったところはテキストの参照ページを記載してくださっていたので、テキストにすぐ戻ってどこに書いてあるのか、でそれでまた調べて知識にこう自分の知識に入れることができたので、そこはすごく良かったです。はい、副教材についてはいかがだったでしょうか。漫画が印象的で、すごい保育の現場にもいたっていう部分も、まあ、看護師としてなんですけどあるので、すごいイメージもしやすかったですし、自分のモチベーションアップにもつながってとても良かったです。保育士試験自体は何回受験されていらっしゃいますでしょうか。あ、1回です。1回でですね。はいはい、ということは、まあ、一発合格をされたと思うんですが、はいはい、勉強時間はどれぐらい確保されましたでしょうか。はい、集中してできるときは1日、休みの日とかはもう普通に半日とか勉強したり、平日も2時間ぐらいはしてたかなと思うんですけれど、でも毎日ではないですし、通勤で車を使うので、その車に、まあ、Bluetooth でつなげて音声でちょっと聞けるようにもしてたりしてたので、その通勤時間も活用して 2,30 分は聞いて勉強っていう形もやってました。はい、はい、受験勉強の期間はどれぐらいでしょうか。はい、半年ですね。半年ぐらいですね。はい、半年ぐらいで、はい、その中でこう私はこういうふうに、はい、勉強時間を確保していったといったようなこう秘訣というか、はい、工夫した点はありますか。もう習慣にしちゃおうと思って、まず朝起きたらテキストを置いといて、まずそこを開くか、あともう朝お弁当を作ったりとか食事の準備とか、そういう時にもう聞きながら違う動作をするじゃないですけど、まあ、そういう時間も有効に使いました。苦労したエピソードはありますか。社会福祉がやはりちょっと変わっていたりとか、もちろん看護学校の時にそういった勉強もしてるんですけれど、内容が変わっていたりですとかしてましたので、まあ、年号だったりとか、そういうのをちょっと暗記するのがちょっと大変なこともありました。苦労したことを乗り越えるために、はい、まあ、フォーサイトのこの教材が良かったとか、はい、これが良かったといったことはありますか。はいはい、私は本当に過去問にすごく助けられたので、すごく解きやすくまとめてくださっていたので、本当にそこには感謝と、またそのテキストもしっかりこうまとまっていたので、間違えたところも振り返りやすくされていたので、そこがすごく良かったです。短期で合格する秘訣があるとすれば何でしょうか。はい、やっぱり一発で取りたいっていう、本当にただそれだけ素直な気持ちというか、学びたいっていう気持ちがあれば受かるんではないかなと思います。資格を今後どのように生かしていきたいですか。はい、ベビーシッターとか、まあ、医療的ケア児とか、まあ、看護と保育を持っていて、お子さんにずっと関わらせていただくことをしているので、そういった部分でやはり保育士という資格があるだけで、やっぱり信頼も置いて見てくださる方もいるので、まあ、そういう
信頼の一つにもなるかなとも思っていますし、もちろん保育のスキルとしてすごく学ぶこともたくさんあったので、そういったところに生かしていきたいと思っています。受験される皆さん、勉強は大変かと思いますが、必ず結果はついてくると思いますので、頑張ってください。